こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。パクはきれいに揃いました。先行争い何が行くでしょうか。サンシャインマーシャル前に行きそうです。レモンスフレ、それに続いています。さらにはファントムルーデンス、7番ミッドナイトコンコルド、その後ろ。前に戻りましょう。先手を取ったのはボラス、内からはパッションシュガー、ミッドナイトコンコルド、そのうちに続いています。その外にサンシャインマーシャル、ホットスコープ、そのうちに続いています。すぐ後ろにキャッシュアンサー、その外からダンディワイン、内からはスリーカラット、これに続いてアラビアンナ、その隣にペルシアンハーバー、最後方にアンバーモード、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、ややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。前に戻りましょう。前はボラス、ボラス後続を引き離す。2番手はファントムルーデンス、レモンスフレ、3番手さあ西アマゾン、前を捉えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったシアマゾン、あと 200m、 シアマゾン余力は十分か。さらに引き離していきます。シアマゾン差を広げる。2番手はバランシー、シアマゾン今ゴールイン、段違いの強さです。シアマゾン1着、2着はバランシーン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。シアマゾンまさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはホライトフェイス、綺麗なスタートを切りました。キーオブラック前に行きそうです。ホライトフェイス、それに続いています。さらにはオレンジネイル、9番ブレイクコンティネント、その後ろタートルアイランド、後方から。それでは先頭からキーオブラック先手を取りました。内からはホライトフェイス、並んで4番オレンジネイル、その外にパールネーム、ステイサ、そのうちに続いています。並んで15番グランドロッジ、ディスタントビュー、そのうちに続いています。内からはブレイクコンティネント、ウォーターブラッド、そのうちに続いています。フェイバーピクニック、それに続きます。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。先頭に戻りましょう。ここでバッシングクライシス先頭に変わりました。2番手は大気ブリザード、絶好の手応えです。さあ大気ブリザード逃げ切れるか。後続も追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。最後の追い比べ、先頭は大気ブリザード、あと 200m、 先頭は大気ブリザード、一気に捉えるか。グランドロッジ、グランドロッジ抜けた、一気にタートルアイランド、タートルアイランド、タートルアイランド1着、2着にはどうやらグランドロッジ、勝ったのはタートルアイランド、見事な勝利です。
東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。残るはボディーガード、枠入りを嫌っていましたが大丈夫、入ります。スタートしました。ポンと飛び出したのはメローフルーツ、ボディーガードちょっとタイミングが合いません。予想通りメローフルーツ先頭か。これに続くのが第2セキと、その外にタフネスオードリー、その外からシングルアルデル、その外にアドマイアピアリス、その外からカフェタウンポポ、並んで17番キャニオンツイスト、ステージピーク、この馬もこのグループ、すぐ隣にサクラスーパーオー、エアダブリ、そのうちに続いています。青の帽子ローブモンタント、その後ろオグリローマ、そのうちに続いています。並んで3番メジロプロミス、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。さあ先頭はまだ11番メローフルーツ、パッションチャートほとんど差がありません。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はパッションチャート、パッションチャート、先頭2番手はボディーガード、ボイスガル。さあリコーペガサス一気に来た、サクラスーパーをいっぱいになった。残り 200m パッションチャート先頭だ。残り 100m リコーペガサス抜けた、メジロプロミス追いすがります。リコーペガサス、リコーペガサス1着、2着にはどうやらメジロプロミス、リコーペガサス1番人気に応える見事な G1 勝利です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭は AP グランプリ、残り 200m 一気に後続がやってきた。先頭は AP グランプリ、 AP グランプリ先頭、フワチイメージ、フワチイメージもう一伸び、フワチイメージ、フワチイメージ1着、2着にはどうやら AP グランプリ、フワチイメージ見事一番人気に応えました。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭はマーブルファンシー、残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。ここで先頭はカリブソング、あと 200m、 先頭はナイスネイチャー、先頭はナイスネイチャー、ナイスネイチャー先頭、石庭竜王追いすがります。ナイスネイチャー、ナイスネイチャー1着、2着は微妙です。見事に勝ちました、ナイスネイチャー。